どうもこんばんは、おじさんです。今回ですね、ツタヤさんのね、扉に絵を描くお仕事っていうかですね、今度ここでですね個展が始まるので、その前にこの扉にね、まあ、作品をっていうことで、この非常扉っていう搬入口っていうのかな、こちらにねペイントしていきます。今回ですね、ちょっとこうトリックアートみたいな感じで、閉まって扉が閉まってるけど開いてるように見せたいなと思ってですね、もうこのアウトラインを先に描いてから、まあ、色塗りっていう感じで描いていってます。まあ普段はね下書きみたいな感じはあんまりしないんですけれども、今回ねトリックアートって結構特殊な描き方なので、まあこういう風に描かないとね、まだおじさんの実力ではいきなり描き始めるっていうのはちょっと無理でして、まあこういう描き方になっています。大変でした。こう一番下までね描かなきゃいけないっていうのと、上の方も結構な高さがあって、まあ、踏み台に乗って描いたりとかね、段に登ったり降りたりで画面を確認したりね、いろいろしながら、あと座り込んだりしてね確認して、もうほんと日頃の運動不足がねこうやって目に見えて体に現れてね、パンパンになりました、足とかがね。しかもね最後の方はもうちょっと動画を撮る気力もなくなってきましてもういきなり完成ね、こっちの右側はもう完成という形になって、次はこの左の小さい扉、もうここはねすいません、写真で追っていきましょう。動画すらもう撮れなくなっちゃったっていうかですね、かかっ日数がですね、右の大きいところが2日間で、左の小さい扉も2日間という感じで、計4日間の制作になりました。こちらのトリックアートは床にですね肉球の絵を描いてますので、そこに足を合わせてカメラを起動させて覗くと立体的に見えるっていう感じになってます。これねちょっとでもずれるとね、ちょっと扉が曲がって見えちゃうので、もしね写真撮る方いたら気をつけてください。左側の絵はこれはトリックアートとかではなく、ただの壁画ですので、どっから写真撮っても大丈夫です。最後にねちょっと告知だけさせてください。11月1日から12月15日までこちらのねツタヤブックストア菊陽さんで、時の彩りエキシビション個展ですね、天井から原画をいっぱいぶら下げて、まあグッズとかいろいろ置きますのでね、楽しみにしててください。ブックカバーもねこの時限定のブックカバーに変わったり、楽しみがありますので、ぜひ遊びに来てください。それでは今日はこの辺でいいかな、他喋ることないかな。またね何かありましたら動画の方でお伝えしたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。